皆さんどうも、実はカンコレとガルパンでミリオタになった系動画投稿者です。どういう過程を踏めば、そんな限界北朝鮮軍オタクになるんですか？知らん？それで今回は何を解説するんだ？今回は北朝鮮の兵器国産化への道のり、特に陸上兵器についてを解説するよ。なるほど。それじゃあ早速解説に移るよ。まず北朝鮮は大まかに3つのステップで兵器の国産化、近代化を進めていて、最初は70年代以前の、小銃、火砲、戦車、装甲車等の基本的な装備の国産化。次は80年代後半から90年代、国産化した兵器などを元に独自の兵器の開発。2000年以降は、より発展した装備の研究、開発と、大まかに3つの段階を踏んでいるよ。なるほどな。で、具体的にはどのように兵器の国産化を進めていったか気になるな。それについてはこれから話していくよ。まずは第一段階の、基本装備の国産化。最初に生産を開始したのは、歩兵の基本装備となる重火器で、ソ連が開発した短機関銃、PPSH-41 を国産化した49式短機関銃を1949年から製造を開始。続いて、迫撃砲や手榴弾といった、歩兵の基本的装備も国産化していったよ。朝鮮戦争の前から兵器の国産化は行っていたんだな。だけど、朝鮮戦争時にはそれらの兵器を製造できていたのか。しかに小銃や迫撃砲の生産ラインを建設したことにより、生産を継続できていたよ。なるほど、地下だと空爆の影響を受けづらいからな。こうして北朝鮮は地下工場の運用ノウハウを確立させていったよ。朝鮮戦争終結後には、歩兵の基本装備の大半の国産化を終え、榴弾砲や対空砲の国産化を進めていたよ。ただ、60年代の時点では、戦車や装甲車、レーダー等の装備はソ連や中国に依存している状態だったよ。まあ、中国やソ連から安定して戦車とかは供与されるだろうから、無理に国産化する必要はないな。だけど、それらの兵器が安定して入手できなくなる可能性が出てきたんだ。どういうことだ？1962年にソ連がイデオロギーの違いを理由に、軍事的、経済的な支援の両方の支援を打ち切ったんだ。その後の1964年には関係が改善したものの、今後、安定して兵器が入手できる保証がない状態となっていたよ。こうした状況に危機感を抱いたキム・イルソンは、1962年に新しい安全保障政策として、四大軍事路線を策定。この中には全軍の現代化、すなわち近代的な装備の配備や開発も含まれていて、この政策などをもとに、戦車等の国産化を進めていったよ。その後これらの政策の成果として、1973年には中国開発の63式装甲兵員輸送車を元に開発した VTT323 の配備を開始。続く1975年には砲兵トラクターに改良を加えた M1975-152mm 自走榴弾砲の配備を開始。1976年にはソ連の T62 戦車をライセンス生産したチョンマホ戦車を、1978年には T54 等の車体を用いた M1978-170mm 自走砲を開発。また歩兵装備も新型を導入し、AKM をライセンス生産した68式小銃や、ソ連系軽機関銃に影響を受けた73式軽機関銃、RPG-7 をコピーした68式発射管などの配備、生産も開始されたよ。こうして70年代後半には、機構戦力の大半の国産化に成功したよ。70年代にここまで国産化が進んでいるとは思わなかったな。こうしてひとまず兵器の国産化に成功した北朝鮮は、80年代から90年代にかけて、他国の兵器を参考にしながら、独自の兵器の研究、開発を開始したよ。まずその期間に入ってきた他国の装備として代表的なものを挙げると、T72ZSU23、シルカ、が研究用に少数入手されたほか、実戦配備用の S200 対空ミサイルなど、こうして得られた他国の兵器の技術をもとに、1983年頃にはシルカを参考にして製作された M1992-30mm 自走対空砲の存在が確認され、1992年の朝鮮人民軍創建60周年の閲兵式では、チョンマホ戦車にレーザー測距器や爆発反応装甲を取り付けたチョンマホの改良型や、旋回式の砲塔を備えた 122mm 自走榴弾砲 M1991、M1985 に代表される 240mm の多連装ロケット、P15K、対艦ミサイルの射程延長型、KN01 などが登場。この時点で、ソ連や中国からの大々的な軍事技術の支援は終了していると思われ、
これらの兵器は、ほぼ独力で仕上げた兵器と言えるよ。周辺国と比べると見劣りするが、多少は近代化したな。第3段階が2000年代後半から現在にかけてで、これまでの兵器が、既存の兵器の改良だったのに対して、この段階では設計を一新した兵器が多くなっているよ。その代表的なものが、2009年に登場した孫軍補戦車で、125mm 砲を装備、前輪が片側6輪に変化、操縦手の位置の変更など、これまでのチョンマ補戦車とはデザインが一新されているよ。孫軍砲の少し前に登場した、暴風号とはどこが違うんだ。暴風号は前輪が増加し、エンジンが強化されたなどの改良点は同じだけど、四方が 115mm 砲のままで、砲塔も天馬系の改良型の面影を色濃く残しているよ。この他には、路橋軍事技術協力協定で2001年に入手した、BTR-80A などを参考にして開発された、M2010、装輪兵員輸送車や、孫軍砲、暴風号戦車の車体を元に開発された、M2018、152mm 自走砲。そして、S300 ミサイルを参考にして製作された、ボンゲ5、地対空ミサイルなど、これまでの兵器とは一線を画す兵器が増えているよ。でもハリボテなんじゃないのか。孫軍補戦車や M2010 装甲車は、2017年の渡河演習で稼働している映像が公開され、M2018 自走砲やボンゲ5対空ミサイルも実写試験の写真が公開されているし、ハリボテの可能性は低いと思うよ。なるほどな。そして去年の2020年の閲兵式では、それ以前の兵器から大きく見た目が変化し、能力的にも向上した兵器が登場して、北朝鮮軍はまた新たな段階へ足を踏み入れつつあるよ。これらの兵器も、現時点ではハリボテの可能性は排除できないものの、これまでの兵器が、数年後には実戦配備や、実射試験をしていることを考えると、その多くが今後実戦段階に至る可能性が大いにあるよ。バカにしてたら日本を射程に収めるミサイルを開発してた国だからな。油断はできないな。ってことで、今回は北朝鮮軍がどのように装備の近代化を進めたか、簡単に解説したよ。かなり前から兵器の国産化を進めていたから、現在の厳しい制裁下でも兵器の維持ができているんだな。そうそう、仮に国産化を積極的に行っていなかったら、陸上兵器の稼働率は、現在よりももっとひどくなっていただろうね。自衛隊や韓国軍などよりは劣る部分も多いが、なかなかに侮れないな。それではまた次回の動画で。今回もここまでのご視聴、ありがとうございました。